皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲行ってみたいと思います。今日はですね、土曜日ということで、今日は、お店の方もですね、茅ヶ崎、紅白歌合戦っていうのがありまして、そちらにですね、竹藤谷タミっていうねあの松藤谷由実さんのちょっとパロディみたいな感じで、なんとですね、結構長い5時間ぐらいのイベントになるんですけど、その大トリをやらせていただくことになりましたね。大トリなんてもうやめてくれよって感じなんですけどね。大トリってことはもう絶対受けなきゃいけないわけじゃないですか。今からプレッシャーです。はい。それでは、昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。はい。ミキさん、いつもありがとうございます。フルコーラスを歌ってくださってありがとうございます。タニーさんのあんなお前の響きかっこよかった、ありがとうございます。そう言っていただけると歌ってよかったなと思います。ありがとうございます。アサンサさん、ありがとうございます。まさかの歌い出しのコーラスから寄せてくれた寄せてましたか。なんか自分で後で聞いたら、これなんかちょっと目玉親父か、あの小梅太夫だなと思っちゃったんですけど、素晴らしい、ありがとうございます。アンナを聞いたらテレフォンノイローズも聞きたくなったから調べて聞いてきました。ありがとうございました。あ、そうなんですね。僕カイバンドは世代じゃないので、アンナはあの本当浜田翔吾さんがギターを弾いてるとか、あのまあアンナって結構有名じゃないですか。それで知ってるだけなので、他の曲は全く知らないんですよ。今度じゃあ聴いてみます、テレフォンノイローゼ。はい。篠さん、いつもありがとうございます。キャーアンナは随分昔のクリスマスの思い出です。今も大好き。昨日のサイレントウィーもそうだけど、ダニーさんが歌うと色っぽくて切なさが消せやしないです。ティーボなんですかありがとうございます。そんな風にあの表現できてたらいいなと、思ってます。はい。座布団さん、今日もありがとうございます。今日もいい声ありがとうございます。いつもありがとうございます。でもあの地声がね、あのいい声だと思ってなくて、僕 の, あの理想とはかけ離れてる地声なんですけど、まあ皆さんも自分の声をこうカセットテープとかで録音するとなんか違うな、違和感がある、そんなのと似たような感じだと思うんですけど、自分ではもっとなんか低い声、もっと低い声の感じなんですけどね。あの録音したのを聞くと意外となんか思ったよりも高くて、では思ったよりも鼻にかかってる声だなっていう、感じがしてね、自分の声はあんまり好きじゃないんですけど、そういうふうに言っていただけるとありがとうございます。まあ昨日はだいぶ寄せてましたけど今日もだいぶ寄せていきますけど。山下さん、いつもありがとうございます。タニーさん、お疲れ様です。カイバンドすごく懐かしいです。ありがとうございました。懐かしいですよね。あの始まりもすごいね、もう年代感じますよね。あんなってなんかあのちょっと歌謡曲っぽい感じのね、始まりがまた年代を感じさせてくれるんじゃないかなと。はい。しのさん、あ、2つ目のコメントですね。NHK のみんなの歌で、中島由紀乃ちゃんのギターケースの中の僕という歌ですが、浜田さんがコーラスして、あ、由紀乃さん、はい。アンナのギターとか誰かのコーラスとか細かすぎてすいません意外と浜田さんってあのあれなんですよね、いろんな人に楽曲を提供してたり、意外となんか実はみたいなところで、活躍されてる方ですよね。はい、ありがとうございます、貴重な情報。はい。それでは、今朝の一曲行ってみたいなと思います。今朝の一曲はですね、以前リクエストいただいてたんですけども、まあこの時期、この曲はまあ今でもまあだいぶあの廃れてきたとは思うんですが、今でも街角で流れるんじゃないかなっていう、そんな曲だと思います。稲垣潤一さんのクリスマスキャロルの頃には、クリスマスキャロルが
流れる頃には君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか、今は見えなくてもこの手を少し伸ばせば届いていたのに、一ミリ何か足りない愛のすれ違い、お互いを分かりすぎていて、心がよそ見できないのさ。クリスマスキャロルが聞こえる頃まで出会う前に戻って、もっと自由でいいよ。クリスマスキャロルが聞こえる頃まで何が大切なのか一人考えたい。はい、ありがとうございます。まあ多少寄せてみましたけども、はい、懐かしいですね。はい、それでは今日はですね、紅白歌合戦ということで、大トリですからね、ちょっと気合い入れていきたいなと思います。もしあの動画撮れたら、動画撮って、アップできたらなと思ってます。まあパロディなんで、松任谷由実さんが大好きだっていう人はね、もう怒っちゃうかもしれないんですけどもね、ネタですから、まあ動画撮れたら、ぜひアップしたいなと思います。それでは、皆さんも週末楽しんでください。お仕事の方は頑張っていってらっしゃい。